しむし聞こえますか？どうも、お久しぶりです。になるのかな。いらっしゃい。じゃあ早速遊んでいきます。特に話すこともないので挨拶します。1から3、コメさん、黒鳥さん、教授さん、10コメさん、15コメさん、平たい胸族さん、19コメさん、アボボさん、いらっしゃい。はい、じゃあやっていきましょう。これがシュル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 うるさいので、ちょっと遊びましょう。よし。で、久しぶりだから、久しぶりだからちょっと分かんなくなるね。33個目さん、5個目さん、いらっしゃい。こっから来たんだよね。ああそうだ、思い出した、こっからだ。で、まあ、絶対ボスで、ボスっていうかなんか出てくるよね。か、579だって。579、あごめんごめん、もう始めてた。579579、さあ早めに言ってよ、気づかなかったよ。ウィルさん、いらっしゃい。なんだなんだ。エクシスラボにようこそ。未来はまさにここにある。軟弱者さん、いらっしゃい。41個目さん、いらっしゃい。はい、ラボにようこそ。はい、ラボにようこそ。はい、なんか出てきそうだけどね。44個目さん、いらっしゃい。なんじゃこれ。なんかいけそうだけどね。これで、なんか箱かなんか持ってきたら。いけそうだけどね。上にもなんかありそうさ。あった。あ。全部今拾えないやつ。フレンズ2って何？獣フレンズのこと？私獣フレンズ見たことないんですよね。2どころか1も見たことない。
か。見たことないや。けだもの？これなんかどうにかして登れないのかな。なんか向こう側になんかありそうだけどね。ロケットもあるし、それだけなのかな。上がれそうだけどね。それだけか。ついや。絶対出てくるよ、なんか。うおーって言ったけど何？あ、なんかある。あ、外だね。はい、何かある。ナーシル・アディル。音声ログ、エクシスラボ警備主任ナーシル・アディル。2145年11月3日、エクシスのスタッフによる偶発的な理由不明の暴力がますます増えつつある。最初の事件は2145年10月13日にエクシスの整備用トンネルで発生した。建設作業員の一人、ビル・サンダースが鋼鉄製の支柱を積み下ろしている時に、調達責任者が作業を止め、激しい口論の後にサンダースが近くにあったツルハシを掴んで調達責任者に襲いかかった。幸い口論の段階で家内の人数が集まってきていたため、サンダースは複数の同僚に取り押さえられたが、事後に取り調べを行った時には短期的な記憶を失っていたらしく、そして自分の考えし調達責任者に戻ったのか思い出せないようだった。本人の記憶ではローダーを止めた数秒後には独房で目覚めたそうだ。この一件以来、口論が隣り合いから殴り合いにエスカレートする傾向が顕著になりつつある。エクシスラボは未来の形さえ変えていきます。いずれも急に暴力衝突に伴う別れる感じだ。ほら、いた。通常に戻るときの結果を得る。今のところ命に関わるような重大なケースはレオン・パウエルとして複数回伝えて生きてもいいんだ。それを悪く思えないと両者のコア4人を追加配置するよう要請した。うわ。また緊急時の治療用に保管庫965の中身を補充してある。高度は428だ。ナーシル・アディル。あれ、上にいなかった。倒したもん、全部。あ、倒したっぽいね。全然ナーシル・アディルの音声ログ内容聞いてなかった。警備主任ナーシル・アディル。2145年11月3日、エクシスのスタッフによる偶発的な理由不明の暴力がますます増えつつある。最初の事件は2145年10月13日にエクシスの整備用トンネルで発生した。建設作業員の一人、ビル・サンダースが鋼鉄製の支柱を積み下ろしている時に、調達責任者が作業を止め、激しい口論の後にサンダースが近くにあったツルハシを掴んで調達責任者に襲いかかった。幸い口論の段階で家内の人数が集まってきていたため、サンダースは複数の同僚に取り押さえられたが、事後に取り調べを行った時には短期的な記憶喪失を起こしていたらしく、どうして自分が憤慨し調達責任者を襲ったのかを思い出せないようだった。本人の記憶ではローダーを止めた数秒後には独房で目覚めたそうだ。この一件以来、口論が怒鳴り合いから殴り合いにエスカレートする傾向が顕著になりつつある。これらのケースは
いずれも急に暴力衝動を伴う怒りを感じた後に通常に戻るといった経過を経ている。急に暴力行動だっけ。今のところ命に関わるような重大なケースはレオン・パウエル技師が複数回刺された一件のみだが、これで終わるとも思えないため要所に保安要員を追加配置するよう要請した。また緊急時の治療用に保管庫965の中身を補充してある。コードは428だ。以上、ナーシル・アディ分析。428だって。ログ終了。428、保管庫962が428。428どこ428の保管庫。428。はい、どうも、いらっしゃい、キノさん。よし、行くか。絶対人間だ。うわわわ、盾持ってるあいつ、何あいつ。盾持ってるやついた。どうも、いらっしゃい。年上の苦酸っぱいビチグソ飲み干したいさん、いらっしゃい。うわ、人間いた。来るよ。来い。年上のぐちょぐちょマンコにギンギンにぼっつきしたデカペイニス挿入ピストンしながらクリトリスいじり回して失神させたいさん、いらっしゃい。マジで両方いるんだ。で、後ろにもいる。OK。これが428だね。428。OK。全部マックスだね。全然。HP もマックスだし。カメラ停止ってね、これ。あ、これさっきのとこさ。エレベーターロビー。あ、これ2階のさっきのとこだ。見てどうするの？なんかある？うわぁ、うわぁ、なんか、うわわわわわ。うわぁ、なんかいる。なんかいた、なんかいた。どこから来るんだ？いたよね、今。ミニが持った、おじさんが。で？どこ？ミニが持ったおじさんがいた。カチャンカチャンって、あ、なんだこれが落ちただけか。どこ？
ミニガンおじさん。DLC2 ですね。エラーエラーエラー。はあ？え、じゃあどうすればいいのこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、どこ行けばいいの。あのミニガン野郎をぶっ殺ちゃんしろってこと。リュウさんいらっしゃい。おお、ここだった。はい。よかった。無事に着いたか。外に化け物がうようよしてるんで心配してた。そうだ。ハゲ。時間があまりない。化け物どもが基地全域に散らばってる。迅速に行動しないと全てが終わりかねん。質問に今答えている時間はない。言えるのは隣の部屋にあるテレポーターを稼働状態にしなければならないということだ。そうするためスタビライザーバンク用のプラズマインデューサーを探してきてくれ。技術部にあるはずだ。整備トンネルを通ればたどり着けるはずだ。ドアをいくつかアンロックしておこう。よし、これで通れるはずだ。よし、インデューサーを回収し戻ってきてくれ。時間はほとんどない。急いでくれよ。また戻ってくるの。でこれでミニガン野郎が現れるんでしょ。え、ズズタウン前澤社長、本物さんいらっしゃい。こっちから来たんだよね。ここさっき入ったとこで、ミニガン野郎が、どこ行ったんだろう。ミニガン野郎どこ行ったんだろう。いや、マジで。いないじゃん。なんなのあの思わせぶりというか。ここから来て。あ、いる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 。ミニガンじゃないけど。いや、ミニガンやろじゃではないけど、人間か。ミニガンかっこ人間。人間だった、今のは。でこっちの回復薬使っちゃいたいので、先にこっちの回復薬を取りに行きまーす。エクスジャンクションってなんだ。この回復薬取っちゃえ。で、防御アップのやつがこっちに落ちてるはずだから、それ全部回収しておこう。こっちあたりに。あったあった。これは大きいのもったいないから。アーマーシャワードと、こっちのアーマーシャワードと、オッケー。監視カメラでミディアンを作った。ねえ、この奥だったと思うよ。多分わかんないけど。これちょっと使えるやつは持ってく。持っていきましょう。ここにもあったよね、確かに。ここにもアーマーシャードがあるんで。使えるやつは持っていこう。すぐ回収できるよ。
多分ここら辺にさなくてもこれはそこで多分使うと思うのでこっち行けないでしょ。よし、これね、ここにあるって覚えておいて、こっち初めて行くかな。ミニガンにしようか。いそういそう、開けた瞬間とかいそうで、開けた瞬間出てくる系だから DLC2 位は。はい、絶対いる絶対いる。うわいっぱい出てきて、いっぱい出てきて、いっぱい出てきた。後ろにもいる。うわぁ、賑やかだね。いきなり出てこられると困るよね、マジで。こっち開かなくなっちゃった。マジか。あ、でもいっぱいある。回復薬まであった。わーい。いった。手長うーちゃんし。わあ、爆発物最悪いっぱいある。ちょっとセーブしよう。はい、99個目さん訪ねていらっしゃい。うわー、うわー、もう避けろ。うわ、後ろにも。ふざけんな、もう。爆発物ありすぎ。ドカーンって爆発したら困るぞ。回復薬はないのか。アーマーシャードだけ。わお、久々にこの武器見た。降りたら絶対出てくる。よし、ちょっとここはダブルバレーだ。うわ、あいつだー。うわ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 、爆発しました。はい、倒れる、はい、降りた。うわうわ、死ぬ死ぬ死ぬ。あー、あれもう、いやーと、あれも瞬間的にめっちゃ強い武器に変えないとやられるってことか。これ一瞬で武器チェンできないのが辛いよね。一列に並んでるのを順々に、武器、何、チェンジしていくしかできないんだもん。ちょっとふざけてるよね。お目当ての武器に一瞬でチェンジできないっていう、そういう仕組みだから。これで後ろから出てくる。
皆さんいらっしゃい。で、これはね、ミサイル使います。いや、これを使えって出てるから、これを使えってことは、撃ち落とせたね、このあれで。あ、アーマーシャーとあった。 OK、 余裕ではないけど。あ、なんか武器庫がある。また出てくるんじゃん。セーブしていい？よいしょ。OK。出そうだと出る。うわー、なんか、いやー、わわわわわわわ、ちょ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 、こいつからこいつからこいつから倒した、こいつから、うおー、お前ら、どきやがれ、どきやがれ。ずるいよ、ずるすぎでしょ。例えば、ナーシル・アディルの2つ目の…ナーシル・アディルの個人録、聞いてない。2145年11月12日、中央当局からたった今、数日後に地球から UAC の代表としてエリオット・スワン相談役が到着すると知らされた。告知によると、彼はマーズシティの全セクターを点検する予定で、イクシスラボも含まれている。最近ここで発生している事件を考えると、悪い方に転びそうな気がしてしまう。イクイスラボで頻発している暴力事件により、民間スタッフはお互い疑心暗鬼になっている。しかもさらに困ったことに、所在不明になっている武器まである。検問所の保管庫は2日前に補充したはずなのに、すでに武器の半分がなくなっている。どうしてこんな事態になったのかはわからないが、部下の海兵たちは保管庫を開けられるのは自分たち以外にはいないと言っている。私の直属や他の保安要員のアリバイは取れたんだが、他に誰がコードを知り得たかは特定できていない。とにかく状況は芳しくない上に、日に日に悪くなる。エクシスラボの増員要請は却下されてしまった。マーズシティの他のセクターも人手不足で、基地に少数いる予備人員も投入済みとのことだ。現在いる部下たちが状況を打開してくれると信じるしかない。中央当局にもう一度相談し、スワン相談役の監査対象からエクシスラボを外してもらえないか掛け合ってみようと思う。作業員の一人が急におかしくなって VIP を殺してしまったりしたら最悪だ。ただでさえ殺し合いにならないようになだめるのが大変なのだから。以上、ナーシル・アディル軍曹。エクシスラボ補給担当官のディミトリー・レーベジェフ。2145年10月6日に記録。本日地球から MK7 宇宙服が届いた。クラス5の船外活動に対応するため、外皮上にチタニウムメッシュが30に施されている。
進行中の建設作業により火星表面での活動時間が増えていることを考えれば、この新式の宇宙服の方が適切だろう。ここ2ヶ月ほどで何回かの原因不明の減圧事故があり、死亡者も出てしまっている。マイク・スタンリー技師の場合、減圧が急激だったために爆縮のような結果になり、遺体が半ば液状化して宇宙服の内面に融合してしまっていた。宇宙服の名札がなければ本人確認の根拠がろくになかったところだ。奇妙なのは、どの事故でも閃光と減圧が外部からではなく宇宙服の内部から起こっているらしい点だ。宇宙服がいずれも事故後に入念な点検とマイクロスキャンを施され、素材の劣化は見つかっていない。事故前の宇宙服は取り扱いミスを防ぐために UAC の船外活動規定に応じて適切に施錠保管されていたし、技師たちに火星の大気に出る前に使用前の必須チェックリストを確認するよう徹底させていた。新しい宇宙服の採用が問題を解決してくれると願いたい。このような形で宇宙服が失われるたびに私の書類が増えていく。なお、宇宙服とともに追加の医療物資が届いたので、予備パックは保管庫071にアクセスコードを532でしまっておく。532ディミトリー・レーベジェフ記録ログは以上。やったー。で、あ、酸素がなくなっていくんだ、これ。あ、だからこれが酸素なんだ。持っていかなきゃいけないってことか。あ、めんどくさいね、結構。あ、なるほど。場所知らないんだけど、いけるかこれ。敵も出てくれそう。どこ行けばいいのこれ。あ、なるほど、はい。え！上から降りてきた。エレベーターだったんだ。エレベーターが上から降りてきた。あんなの気づかないよ。そんな。ぐちゃぐちゃになっただろうね。あんなの気づかないよね。
わ、こっからか。マジか。超めんどくさいぞ。マジで。何番だっけこれ。何番だった。何番だった。532だった。当たった。当たってた。で、じゃあここでセーブして、すごい戻されるね。いちいちセーブしないと。これが開かなくて、あれどこ開けんの。ここだっけ。うるさ。で、あ、来た来た来た。なに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 。大前もいたのか。で、乗って。はい。足べっこいらっしゃい。よし。どっから出てきたんだろうな、なんか。クリーチャー。いや、ハマってるわけじゃないね。やってなかったからやろっかな、ぐらいな感じ。DLC2 だね。これクリアしたら、全部クリアっていうこと。あそこが3位らしい。そう。よし、来た。うわ、全回復じゃん。うわー、なんかいるよ、絶対。全回復あると絶対なんかいるから。全回復イコール何かでしょ。なんだ。なんだ、振り返っても出てくるせ。もうなんか両方から出てくる。挟み撃ちわざとしてくるのやめて。驚かせるようと思って。扉開けたらいる。いなかった。あ、ここ人間が。うわわわ、ミニガン野郎だ。
わわわわ、人間じゃないの見る。うわー、なんなんお前、いきなり出てくるのやめて、マジでビビるから。いつも驚かす側だから、そう、驚かされるのマジで嫌いなんだけど、私人を驚かすのは大好きだけど、驚かされるってもう大嫌い。すごい嫌だ。はい、どうも、やさい。ちょっと死なね、そこ。人を驚かすのはいいけど、驚かされるの嫌いだから。できそう、なんかちょっとずつセーブしないとめっちゃ戻る。デッドスペースめっちゃ面白かった。2が驚きポイント多くてやばかった。広いな、ここ。なんか出てきそうだな。絶対ボーンって出てくるから、ミニガンにしとこう。どれ？あった。 OK、 そしたら絶対出てくる、絶対出てくる。うわー、なんかロケットランチャーマン出てきた。よし、倒した。インデューサーを手に入れたか。運用部から戻れるようドアを開けておく。はい、開けてください。よし、もう出てきた。ここか。うわーい。もう一匹いるんかーい。回復してからにしよう。回復よくなかった、こっち。なんか、あった。いや、めっちゃもう、怖ーい。もう泣いてるー。としえさん泣いてるー。としえさん怖すぎて泣いてるー。
前ふざけるな。怖かった。怖かった。怖すぎて泣いちゃった。なんか音がするけど。え、なんか音がするけど何？うおーい。はあ。助けて。うん。助けてって聞こえた。助けてって聞こえた。助けないよ。勝手に生きろよ。助けてとか。え、何？行くとこもないのに助けられる？あー、やだやだ。うわ、やだやだ。うわ、やだやだやだ。おーい！喜んで落ちてったぞ。あ、デブ。トラビス・フォルサム。死んでて。死んでて。トラビス・フォルサム。エクシスラボ建設管理官、トラビス・フォルサムが記憶。我々は先日、本施設の技術部セクターを概ね完成させ、環境システムセクターの作業を前倒しで開始した。このペースであれば、中央当局のお偉方に印象付け、ボーナスを手にすることができるだろう。何もない。先週、近接資料を再度見直して、コストカット可能な点をまたしても見つけた。ガラスの発注先によると、外窓に使う予定のオクソム耐圧シールを、はるかに安価なイクソムシールに変えられるとのことだ。この素材の変更点を基地建設官に提出したところ、火曜日の進捗会議でイクソムシールでは安全基準を満たせないと言われた。強度不足により空気漏れやガラスのブローアウトが起こりうるとのことだ。聞いてから行こうか。あの弱腰製図野郎に何が分かると言うんだ。高級ホテルでも設計してるつもりか。俺はあいつが生まれる前からあれこれ立ててるんだ。とにかくミクソムシールの注文にこぎつけた。基地建設管理官様を素通りして本部に直接話をつけた。コストの差分を提示したら一発だった。一週間後に環境システムセクターの外窓を取り付けるわけだが、やつの差に気づきはしないだろう。ガラスもシールも強度は十二分に確保できる。なんならロケットランチャーをぶっ放してこの手で窓の強度を試してもいい。そうすりゃあの建設官様も黙るだろう。以上だ、トラビス・フォルサム。いい。何も重要な情報じゃないぞ。おー、ミニガンやろう。4発食らってしまった。お、めっちゃある。トランちゃんが満タンになったから使うか。あ、違う。え、シェルかな。ロケットじゃないのかな。シェルっぽいな。ショットガンシェルだった。
何もないね。整備しよう。それぞれ終わるかな。ちょっと絶対出てくると思った。どこどこ、環境漏洩を検出、非常シャッターを作動させてください。どこ、おいた、いてててとばー、ロケットランチャー野郎だ、最悪。あ、しかも空気ない、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 死ぬ。どこ空気、あ、死ぬ、空気ないから死ぬ、空気ない死ぬ、あった、空気、空気出た。ロケットランチャー野郎どこ、どっから、どっから出てくる。来て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 。こんな。OK。OK、空気入った。よかった。ちょっと探索に戻る。下はアイテムなくて。ロケットランチャーマジでホーミングしてくるからすごいうざいよ。セーブ入った。ボスかな。なんか強いの出てくるだろうね。うわ、いた。うわー、ミニガン野郎だ。オッケー、一発近距離で当てれば。至近距離でヘッドショットだったね、今ね、たまたま。あ、ダブルバレルヘッドショットはさすがに。うっ、うお、びっくりしたー。武器の切り替えめっちゃ面倒なの。ポンズサイレンサー。いや、これパソコンじゃなくて、これプレステ3だからね。プレステ3版ですからね。これ、おお、顔がない。足を。
バントグロ表現、うん、これそんなにグロくないからね、言っても。ただぐちゃってなるだけだから。言うほどグロくないし。まあ一緒じゃないの。大して変わんないでしょ。これだけだよ、たった。なんもグロくないよ。ちょっとこれわかんないね、保管庫。この中で出て入るんだろう。ね。入れないな。いや、番号わからないわ。どこに落ちてるのかな。パソコンじゃないし。何番だろう。リゾあれっぽい、これっぽいね。バニーストゥーリさん、トロフィー、堕落の収集家。どういうこっちゃ。調整官バニーストゥーリです。中央当局に対しこのエクシスラボでの労働環境の問題点について3度目の正式な苦情を提出させていただきます。施設内の各所で建設作業が行われている状況において本業でのアウトプットを維持するのがますます困難になりつつあります。建設作業員はソヤで常識レベルの礼儀も欠き、男尊女卑の権化のごとき一団です。東方のオフィススペースを無許可の近道として使い、泥や破片を残していきます。加えて職員のコアタイム中にドリルやハンマーを使いたがるようです。数名はセクシャルハラスメントに該当する不適切な発言を複数回にわたり行っています。私が事態の改善を求めて建設管理官に相談したところ、管轄外に口を出すなとはっきり言われました。正確な表現は可愛いおつむで余計なこと悩みなさんなでした。我々は施設内外で起こっている原因不明の事案ですでに緊張状態にありますが、厳しいスケジュールにこのようなノイズが加わるのはさすがに我慢しません。この苦情について中央当局の皆様には UAC の施設運用規定第20条9項を思い出していただきたく存じます。ここには職員としての権利が明示されており、このような馬鹿げた話は不要のものとわかるでしょう。問題の人物一同に戒告し、このようなことが二度と起こらないような適切な対処を要請します。これ以上私に苦情を提出させないでください。以上、記録者はバニーストゥーリ。全然言わなかったね、ここのこと。記録できてるといいけど、何かが起こっているのに誰も事態を把握していません。電力供給はめちゃくちゃ、中央管理部とは連絡不能、そして何やら悲鳴のようなものが聞こえてきてとても不安です。助手はどこかに行ってしまい、一人でここにいます。今からネットワークの復旧を試みますが、システムがまるで安定しません。どうすればいいのか。今のは何？
寝びちゃったみたい。これ出ての、どうやって入れるんだろう。あ、これで入るってことか。喜ぶでしょ、面白いもん。これ何番だったん、何番なんだろうこれ。誰も言わなかったね。バニーストゥーリー言わなかったよね。保管庫のこと、この人とかも書いてないでしょ。バニーストゥーリーのメモは。あ、間違えた。書いてないよね。書いてない。じゃあ後でなんか発見できるのかな、どっかで。もしかして。まあ、進むか、じゃあ。ここのアイテムは全部回収した。うわーい。めっちゃ飛んできた。動かすのにめっちゃ必死だと思う。こんなぐらいだし動かないのにビクってするよね。でもね、あんな、なんか私の魂なんで。わあ、びっくりした。なんかあった。わあ、後ろ行けたんだ、これ。私が脅かす？うわー、驚いたけど一撃で倒した。開けると出待ちしてるんだって。めっちゃ驚くように、驚かせよう驚かせようとしてるでしょ。マジびっくりするから。てかさっきの保管庫は何番だったんだ。バニーストゥーリって番号言ってた？もしかして。もう一回聞こう。エクシスラボの運用調整官バニーストゥーリです。聞きながら。中央当局に対し、このエクシスラボでの労働環境の問題点について3度目の正式な苦情を提出させていただきます。施設内の各所で建設作業が行われている状況において、本業でのアウトプットを維持するのがますます困難になりつつあります。建設作業員はソヤで、常識レベルの礼儀も欠き、男尊女卑の権化のごとき一団です。
同方のうわーふざけんな。マジで。職員のコアタイム中にドリルやハンマーを使いたがる。数名は適者のハラスメントに該当する不適切な発言を複数回にわたり行っています。私が事態の改善を求めて建設管理官に相談したところ、管轄外に口を出すなとはっきり言われました。正確な表現は可愛いおつむで余計なことを悩みなさんなでした。我々は施設内外で起こっている原因不明の事案ですでに緊張状態にありますが、厳しいスケジュールにこのようなノイズが加わるのはさすがに我慢なりません。この苦情について中央当局の皆様には UAC の施設運用規定第20条9項を思い出していただきたく存じます。ここには職員としての権利が明示されており、このような馬鹿げた話は不要のものとわかるでしょう。問題の人物一同に戒告し、このようなことが二度と起こらないような適切な対処を要請します。これ以上私に苦情を提出させないでください。以上、記録者はバニース・トゥーリー。わー、戻れないか。一回戻ってアイテム全部取ってこ。OK。全然なんか番号言わなかったね。はい、戻ってきたよ。え、何も喋らないんだけど。あれ、戻ってきたよ。何もしゃ、あ、ここに、え は、 は、あ、ここに入れるってこと。戻ったか。素晴らしい。インデューサーは作動中だ。テレポーターが使えるようになったぞ。状況はこうだ。あちらの次元にテレポーター拠点があって、まだ稼働状態にある。非常に強力で有効範囲が広いため、あの悪魔どもに地球が襲われる可能性がある。自力で停止させたいところだが、二人いないと不可能だ。拠点に行ってテレポーターを作動させるのに一人、もう一人はここでサージ電流を送って破壊する。とんだ頼み事だが、向こうの次元に行き、ね、拠点を見つけて起動シーケンスを開始させてほしい。悪魔どもを止めよう。君が頼みの綱だ。テレポーターは使える状態にした。チャンバーに入ってシーケンスを開始するだけでいい。あとは私がここからやる。行く前に君にここで起こったことの個人的な記録を渡しておきたい。何もかも書いておいた。試作テレポーター、混乱の元凶、すべてだ。コンソール上に置いた。持っていってくれ。世界に真実を知ってほしい。それじゃあ、気をつけてな。すごい、なんかこの人、人に頼りすぎぞ、お前。コンソールに置いた。どれだ？私はリチャード・メディアス博士、エクシスラボ所属の専門研究員だ。誰の耳に届くかはわからないが、まずエクシスラボ建設管理官、トラビス・ボルサムが起用。私はリチャード・メディアス博士、エクシスラボ所属の専門研究員だ。誰の耳に届くかはわからないが、マーズシティの大惨事を伝えられればと思って記録している。この基地は想像を絶するような巨悪に襲われている。それを食い止められる可能性はわずかしかない。私が参加していた研究はテレポートを次の段階に進めるものだった。私の研究の背景を説明すると、2115年、女性プロセス研究者たちが古代火星文明の遺跡を発見し、発掘現場エルボスで火星文明のテレポート装置を掘り起こした。
あいにく機能は停止しており、起動させようとしている。予選プロセスコンソールを作動させるだけでいい。研究者たちは装置作りの除染作業完了。装置に使われた技術の解析に成功した。じゃはちゃめちゃすぎるわ。テレポーターはプロジェクトマーキュリーと呼ばれ、デルタラボ内に作られ、2139年に初めて稼働した。このテレポーターは少量の物質を短距離のみ移動させる限定的なものだった。一体の被験体、大抵は小動物や猿などを部屋の反対側へと飛ばす程度であった。試験が本格化して技術データが蓄積されていくにつれ、より強力なテレポーターが実現していった。デルタラボのセクター3ではプロジェクトジェミニがより長距離のテレポートを実現させた。繊維距離の延長に加え、人間サイズの被験者をも転送可能にしたのだ。ポータルを謎の異次元につなげるという発想はこの段階で現実味を帯びてきた。我々は科学的探求心ゆえに明白な警告をも見過ごし、マルコム・ベトルーガー博士の指示下で実験を続けた。プロジェクトアポロでは、私たちはデルタラボのセクター4にルームサイズのテレポーターを開発した。少人数のチームは例の新たな次元内の目的地へとテレポートさせられるものだった。派遣部隊は異次元内の探索や小規模研究拠点の構築を始めた。デルタ4のテレポーターでは小さな備品しかテレポートできず、ベトルガー博士はその制約を踏む。ちょっとめっちゃ長いからセーブして終わりますね。ということで、お疲れ様でした。またよかったら遊びに来てください。お相手はトッシーでした。バイバーイ。